お別れ、公演当日のルグリ。2009年5月15日、パリオペラザにて。マニュエルルグリは、フランスパリ出身のバレエダンサー。パリオペラザバレエのエトワールを23年務めた。2010年9月より2020年6月まで、ウィーン国立歌劇場バレエ団芸術監督を務め、2020年12月より、ミラノスカラザのバレエ監督に就任した。 優れた音楽性に加えて踊りについての転生の能力があると言われバレリーナのサポート役としても抜群との評価がある。またオペラ座時代より後進の指導に熱心であり芸術監督として就任したウィーン国立感劇場バレエ団では若手の抜擢とレパートリーの拡充によりその評価を国際的に高めた。近年は海賊 シルビア全幕の振り付けでも高い評価を得ている。8歳で地元のバレエ教師、ワイグーベにバレエを習い始める。1976年、11歳でパリオペラ座付属バレエ学校に入学。1980年、16歳でオペラ座のコールドバレエとなり、翌81年コリフェ、1982年スに昇進する。1986年7月、 巡演先のニューヨークメトロポリタン歌劇場で、ルドルフ・ヌレエフ振付、ライモンダの主役、ジャン・ド・ブリエヌを踊った後、当時同バレーダンの芸術監督であった、ヌレエフの意向により、第一部用紙を経ずに、エトワールに任命された。この時21歳。ルグリのエトワール昇格は、広範な才能を持ち、多彩なレパートリーを生み出し続ける新しいスターの誕生を世に知らしめるものであった。 ルグリは、その本来の持ち味である完璧なテクニックと表現力の豊かさに加えて、卓越したパートナー、古典にも、現代作品にも等しく精通した完成型のダンサーとしての地方も築き上げていった。それゆえ、ウィリアム・フォーサイス、ジョン・ノイマヤー、イリキリアン、ジェローム・ロビンズといった世界の第一線のコリオグラファーたちも彼を起用し続けた。すなわち、 ルグリはオペラ座におけるほとんどのレパートリーや新作に参加したのである。その名声は早くから国外にも知られ、ロイヤルバレー、ニューヨークシティバレー、キューバ国立バレー、東京バレー団、トロカデロデモンテカルロバレー団、シュツットガルトバレー、ハンブルクバレーなどに客演した。ハンブルクではノイマイヤーが彼のために振り付けた、スプリングフォール、シンデレラに出演している。 また、終身客演ダンサーとして、ミラノスカラザバレエ団、メトロポリタン歌劇場バレエ、ウィーン国立歌劇場バレエ、ボリショイバレエなどにも出演したほか、近年では、マリーンスキーバレエでも数回踊っている。オペラザのエトアール以外でも、イブリンハート、ドミニク・カルフーニ、アレッサンド・ラ・フェリ、ロルナ・フェイホ、ディアナ・ビシニョワといった、世界の著名なバレリーナとも共演している。また、 マニュエル・ログリと仲間たちと銘打って仲の良いダンサーたちと世界各地で公演を行っていた。このコンセプトは1996年にモニック・ルリエールとのコラボレーションによって生まれたものである。若いダンサーにまだオペラ座では経験のないソロを踊ることを許したり、著名なコリオグラファーの指導を受ける機会を与えたりして彼らに経験を積ませることを狙いとしていた。2003年には ローラン・プティ・フリツケ、カルメンのバリエーション、モーリス・ベジャール・フリツケ、四重奏のフレーズを初演。また同年、ベジャールは、ルグリとローラン・イレールの主演で、さすらう、若者の歌を再演し、以後も彼らに、例外的に、同作品を踊ることを許した。2004年は、2月に、オペラ座で、イリ・キリアン・フリツケ、扉は必ず、を、オーレリー・デュポンを、相手役に初演。 また、同年夏に、モニクルディエール、ローラン・イレールをスペシャルゲストに迎えた日本ツアーは大成功を収めた。12月には、トリシャ・ブラウンが、ルグリ、デューポン、ニコラル・ルリッシュのために書き下ろした、オーズ・ロゾニをコンポジト・オペラザで初演した。2005年12月、シュツットガルト・バレーは、ルグリに、マリア・アイシュバルトをパートナーに、オネーギンのタイトルロールを踊ることを依頼。 ルグリは、翌2006年1月のシツットガルドでの公演のほか、ドーバレダ団の日本ツアーにも参加した。2007年2月、レジオンドヌール勲章を授与された。同年11月には、オペラ座で愛デシであるドロテジルベールをパートナーに、くるみ割り人形を上演。なおこの公演は、オペラ座スタッフのストライキのため、衣装もセットもない異例の状況下で行われた。公演終了後、 ジルベールはエトワールに任命された。2009年5月15日、オペラ座で上演された、オネーギンを最後に、オペラザ・エトワールを引退。同公演には、クレール・マリオスタマチアス・エーマン、ミリアム・ウード・ブラムラが共演した。また客席には、多くのエトワールのほか、元オペラ座、バレエ学校校長のクロード・ベッシーやコリオグラファーの、ピエール・ラコット、 フランス文化賞のクリスティーヌ・アルバネルなどの姿もあった。公演終了後、ルグリは全監修から1時間半にわたってスタンディングオベーションを受けた。またこの時、芸術文化勲章も授けられた。2010年9月にウィーン国立歌劇場バレエ団芸術監督に就任。同バレエ団では、ヌレフフリ振付、ドン・キホーテ・オネーギニア・ジェローム・ロビンズに捧げられた。 トリプルビルなどを上演している。2015年7月に、マニュエル・ルグリとウィーン国立バレエ団ダンサー、沖縄限定プレミアム公演と称して、ウィーン国立バレエ団からダンサー18名を引き連れ、から公演を行った。会場を埋めた観客は演目ごとに、大きな拍手を送り称賛し、スタンディングオベーションで公演を終えた。2016年3月に、初の、 全幕振付作品となる海賊をウィーン国立歌劇場バレエ団にて初演。2018年10月にミラノスカラザとの共作でシルビアの全幕振付をウィーン国立歌劇場バレエ団にて初演。2019年3月にマニュエルルグリスターズ・イン・ブルー・バレーミュージックを開催予定。パトリック・ドバナに特別移植した。 ルグリとオルガスミルノワの世界初共演の公開となる。2020年6月に10年歓迎術監督を務めたウィーン国立歌劇場バレエ団を退任し、同年12月よりミラノスカラザのバレエ監督に就任した。ありがとうございます。